バラバラなんだ。でも俺だけこっちにいるでしょ、感じ的に。これでセンター終わったかな。それで終わりかな、行き止まり。そして行き止まりです。そしてね、将軍家の墓がね、ここからちょこっとだけ見えるんですよ。ほらほら、これ将軍の墓なんですよ。ほら、将軍の墓、あれ2代将軍、これが9代じゃなかったっけな。こんな感じ。お疲れ様です。いい絵が撮れたかな。リア充が喋ってて、あ、人がいるって言われた。見つかっちゃったって。子供じゃないよ、大人だって。これはだから水子だから子供で。さっき風車もあったでしょ。おそらく子供がこう気づいてもらいたいから回したんじゃない。全国制。この人ですよ。いつもオープニングで 青いダウンジャケット着てる人はこの子なんだね。マジですか、カズさん。やばい、お笑い行きましょう。お笑いに。それはね、虹の橋で亡くなったね、方のね、幽霊だと思います。どうだか。カタクリマはどこ行くかな。最強。
動いてきた動いてきた。動いてきた動いてきた。荒ぶってきた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 。止まった来ると車通るね。反応する？明日ね、ゆうやさん早いからね。そんな遅くまで行けない。もう一個行きたいんでね。そこで終わりだと思うんで、ね。駐車料金もあるんでね。ここは最強。あなたたち最強よ。全国臭いね。朝ごはんが動いた。動いて、俺が来るってな。マジか。あそこに左側行くと将軍がある。あ、わかりました。ほら、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。最強ってあるから、そこもそこも。え？最強って。俺の、はい、あの、オープニングのある地蔵さんっていうのが、はい、この、はい、今ね、白っぽいあのジャンバー着てる。今日は。ダウンジャケット、ブルーの着てたのいたでしょ。はい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 、あれがそこ、ここに最強があるんだよ。最強、最強どっかに。最強っていう名前なんですか。最強あれどっかに。あ、ありますね。あったでしょ、最強。はいはい。あ、で、俺のおじさんはそこだ。あれ、あのジャンパー着てるんですよ。あ、はいはいはい、あれ、あれ、あの人が、はい、あのダウンジャケット前回、あ、また変えてるね。だから冬になると。あ、すごいですね。うん、今動いてる日本代表の。あ、いいですよ。あ、来るよ、風車。え？いや、動くよ、動くよ、ほら。ほら、動き出してきた。ほんとっすね。動けー。動けー、ハンドパワー。じゃあ、行ってらっしゃい。ありがとうございます。はい、じゃあ戻ってます。はっきり言って。あ、ありがとう、バクさん。待った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 、止まった。あ、向こう行ってないね。どうしますか。はい、そう。風はね、あ、まああんまりないね、正直。多少はあるときはあるけど、まあ多少だね、本当に気持ちだよ。あ、気をつけてます？来ました、顔が。子供だもんね。乾燥してるね。なんか声が聞こえそうな。なってる声。わー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 。まあそうだね。
まあ軽いから回るのかもしれないけどね、ちょっとわかんないね。ちょっとまあ当たる時はあるけど、今はないね、全く。今はない。顔がありました。肩が痛い。左肩が痛い。うん、後ろ影見ました。うん、ちょっとこの辺はね、ちょっと若干風があるか。おっとおっと、ここは車通りが多いね、東京だからね。天体実像ですね。これは何も変わらない。まあ、肩は痛いかな。今シックバットの筋肉、肩痛いし、あちこち筋肉痛、まあ、それは多分カート乗って疲れたと思うだけなんで。胸はね、気分が柔らかいんで。ただそれだと思います。俺はもうあちこち痛いんで、だからもう今日はね、いつもの機材があまり持てない。だから今日昼間テストしたやつはもしかしたらダメかもしれない。パソコンが持てないと思う。今ちょっと無理っぽいな。無理っぽい。左腕も死んでるから完全に。両手でなんとか持ってるって感じかな。うん、一緒に行きたい。うん、そう、7キロぐらいあります。本当に今もっとあるかもしれない。ちょっとでも電池ね、3本入れ忘れたからちょっと軽くなったかな。ちょっとヒヤッとしてきた。開いてる。あぶね。いたてさな。ちょっと置いちゃって。届かないね。でもまあ暗いから雰囲気あるでしょ。カザウマすごい動きますね。あ、マジですか。間違で。ソーラーなんです、うん、モデル人生だな、服が。今そこで行くか。一番端っこ、まだ端っこ行ってないよ。あ、マジですか。多分一番奥は行き止まりなんですよ。うん、うん、ここまで行くか。
でも暖かいですね、ここね。暖かいですね、今日は。いや、今日比較的暖かいです。暖かいですよね、昨日はめっちゃ寒かったもん、はい。電池いただきました。チーボーさんって誰ですか、ヨッシーさん。チーボーさんって誰ですか、ヨッシーさん。あんまり聞いたことないですね。誰でしたっけ、誰でしたっけ、チーボーさん。あー、あの人ね。今日来てた黄緑さんですよ。今日黄緑が来てる。今日黄緑さん、はい、うん、あ、すみません。チーボさん、チーボさんって誰だろう。ハルヤさんバクったんですか。チーボさん僕です。そうそう、黄緑さんですよ。自分の声とかは体験したことないからね。誰もいない2階から床上げしまう。あー、ラップ音ってやつですね。で、その話は普通お二人ですね。そう、わざわざいいですけどね。どうですか、いただいちゃいましたみたいな。そういうこと言わないもんね。そういうこと回り回ってね、どうしようかなと思ってるから。はい、そうです、そうです。毎日上から足を付けるそれは住んでるんじゃないですか、上に。すごい線が出てきて、風がないのに一気に風が出てくるんで、怪しいな。今言うから疲れてる。それが肩が痛くなって、肩が痛い。ジーボーさんって誰よ。誰だね。ジーボーさんって僕よ。ジーボーさん来ました。今来ました。ジーボーさん来ました。3人目のジーボーさん。そう、3人目。どこ。やべ、あんま明かり入れるとなんか雰囲気壊すけど。ああ、そうですね。なんかあのビデオカメラのライトで全然十分です。走ってます。本当だ。うん、結構マラソン走る人多いですよね。ね。ガチですか、低かった。足上がんなくなっちゃった。弱めでもうぼやけてます。あちこさんいらっしゃる。初見。初見。今日戦隊児そうですね。いやーですよ、今日あのちょっとちなみにあのちょっと日中のテスト見た方います？ちょっとロックしちゃってますけど、あ、削除しちゃったんだよ、あれ番組。チーボーさん見たこと言います？多分ツイキャスであんまりいないと思います。多分ちょっと今日はできないか分かんないんですよね。ちょっと筋力的に無理かもしれない。ちょっと成功したんで今度ビデオキャプチャーで行きますよ。見てない、残念。ヨッシーさん今日やってたんですよ。あ、お久しぶりですと。うん、チーボーさん来たね。来た今ね、リアトしてくれた、来てくれた。見ました、画期的ですよね。ナイトショットいきます。あれを使うというのか、最終兵器ツイキャスも進化したと。あれですよ、皆さん多分分かってないと思うけど、
何かというとね、赤外線カメラで配信しちゃうんですね。ただちょっと今日ね、筋力的にこの機材プラスパソコンなのでちょっと無理かなってあるので、腕がねなかなか思うようにいかないんで、重たいんです。欠点、重たいんですね。ぶっちゃけね、まあ、いわゆるなんていうんですかね、こうでしょ、このカメラが皆さんの画面で見てるんですよ。このカメラが皆さんのまあこっちのカメラなんですけど、正式に言うとこっちのカメラが皆さんの画面上にこういうふうに緑にできるんですね。こうなるわけですよ。ナイトショット、多分ね、生放送の時はねこれですね、これがつきます。このこつき目みたいなやつが、ね、今度は生放送ですよって仲間妹、そうね、画期的ですね。この上のやつはつかないですけどね、ナイトショットって文字も出ませんけど、この時は生放送でパソコンでやってるってことですね。こうなるんですよ、赤外線。あ、来ましたね、ゆうでさんが。こんな感じになるわけですよ。ちなみにこうなるわけですね。ちょっと今日ライト弱めにしてますけど、こういう感じで、お茶の間でこういう感じで出ます。これズームするとね、ズームもできるんですね。あります、ね。東京タワーの下にある。安こいタワーあります、ね。遠いです、ね。こういう感じです。ね、こういう画面が皆さんのカメラで撮ります。あれをね、やたらさん使おうかな。そろそろ。そう、この場所で出てて、もう一周回ってきたんだよね、ちょっとね。え、全然足つった。出てんというか、まあ、もうすぐ終わるんですけどね。で、次の場所に移動しようかなと思います。え、全然、足が痛い、つった。あ、落ちます。おやすみなさい。またお願いします。足つったよ、右足が。体がめっちゃ重たいんだよね、やっぱり。あ、落ちます。はい、おやすみなさいって。じゃあ皆さんね、後でそれだけですので、多分そんぐらいだと思います。じゃあお疲れ様でした。じゃあもう一箇所行きますので、皆さんレッツゴー見てくださいね。後でお疲れ様です。じゃあゆうださんのところもね、後でやると思いますのでお願いします。失礼します。はい、待ってます。お願いします。お疲れ様です。では、ね、全体図を終わります。お疲れ様でした。